はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、青鬼3の続きやっていきたいなと思います。ヒロシ編だね、はい、前回おじけついてやるか迷ったんだけど、やってくださいっていうコメントや、エイシン君の同級生からやってほしいっていうねお友達からあったんでしょ、うん、なんでやっていきたいなと思います、はい、続きね、頑張ってね、うん、コンティニューしてください。はい、エイシンです、はい、ちなみにヒカキンさん編はクリアしました、うん、はい、あ、そうだった、病院からだったね、うん、じゃあ移動。あのね、エイちゃんね、操作がね、親指でやるといいんだって。おう、うん、とりあえずじゃあいろいろ移動してみようか、うん、お、いけたいけた。ベッドとか調べてみてくれる？なんもない。なんもないね。うん。ほう。じゃあ、あの本棚は？本棚を一応調べとこう。うん。この音が何にもないのが怖いんだよな。うん、またね。はい。お。わ、何？この病院、閉鎖されてからかなりの時間が経っているようですね。怖いんだけど、何これ。松葉杖とかあるね。うん。その向こう側の黄色い椅子の方もダメ？何にもない。いけない。いけないか。うん、左側のドア。お、あ、視力検査です。あ、なんかスイッチがある。ボタン。ボタンを押してみた。うん。ボタンを押した。何も起こんない。何も起こんない。上の？もうないね。上の扉は？鍵かかってんのかな？そうかな？絵画か。鍵かかってる。その左側のさ、それ危ないじゃない？この扉。この壁ひびがあるちょっと危なくない？あ、それだけだね。バーンって来ない？それ大丈夫、うん、逃げる準備しといてよ、うん、あ、大丈夫ね。ないか。じゃあここには何もないんだ。そうだね。はい、行きましょうよ。このボタンは何かのヒントを見てやるんでしょうね、うん、この下は何かあんの？これ、そこ、その下何もない？あ、機械には電源ボタンがある。電源ボタンある。電源を入れてるよ。電源を入れた。あ、なんか光ってるよ。なんか映してるんだ、うん、何かがないとこれ見れないね。そうだね。紙かなんか用意するのかな。それじゃない？これ？うん。動かせる？あ、動かせた。じゃあそれ動かすんだよ。うん。動かして向こうまで行くのか。そうだね、うん。2マス動かして上から下に向かって、あ、もう1マス。オッケーオッケー。で、左から押す。そうだね、そうだね、そうだね、そうだね。オッケー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 、来たよ。いよいよ。で、上から押す。オッケー。お、なんか言ってるよ。ボードが床の留め具にぴったりとはまった。お、これでじゃあ電源入れんじゃないの？そうっぽいよ。いや、鳥肌立ってきたよ。電源ボタン入れてみて、で、視力の方見るんじゃない？あ、下、右、上、右。で、あのボタン押すんだ、きっと。あ、下、右、上、上、右。うん。はい、下。下。OK。右。右。上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 。もう一回右。開け。開いた。扉が開いた。上かな？あ、いた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 。おお、広いとこ来たよ。ここは特に何もない。なさそうだね。上の扉は閉まってる？またしても。閉まってるっぽい。鍵がかかってる。鍵がかかってるね。セーブしとけばよかった。ああ、急に来た。もういきなり左側の扉の方行っちゃった方がいいんじゃない？うん。これでうろちょろしてっと出てくんだよ、きっと。おー、怖い怖い怖い。青銭。ほんとだ、手術台がある。うん。はい、受け取って。よし。何もない。うん。上の手術台の方も、お、引き出しに何か、何か光ってるんだよ。お、金属のかけら。あ、これもう一個ないと鍵になんないもんね。そうだよね。じゃあどっかにあるかな。やっぱ戻るってことかな。戻るんだね。ちょっと一回ここでセーブしといた方がいい。うん。セーブセーブ。
セーブ大切。OK。いいよ。その下のところとかないの？下。そこ、うん。あ、紙にメモがある。黄色丸。黄色が丸で赤色が×。なんでしょう？右のメモは？ショートからロングだって。短いから長い、うん、関係があるのかな、この2つ。関係があるでしょうね、うん、黄色丸な赤×。へえ。黄色いベッドなんかないよね。うん、さっき青だったの。うわ、来た来た来た、逃げて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 、ああ。あ、じゃあパパやるか、うん、そういえば病院通路内にあったベッド動かせないかな。ひびの入った壁も壊せるものがあれば、かけらなどのアイテムは使用して数個組み合わせることができる。病院内にあったベッド動かせないかって書いてある。病院内にあったベッド、ひびの入った壁を壊せるものがあれば、ベッドを、じゃあベッドを動かせるとか、動かしてその中に壁を壊せるものが入ってるとか。あんのかな。これ。あ、動いた。なんかある。なんかある。足元の小さな穴を調べた。ハンマーが手に入れた。これで壊せんじゃない？そうだね。ああ、そこを動かしたんだ。なるほど。で、アイテムでハンマー使用する。うん、うわ、怖い怖い、音が怖い。ハンマーは粉々になってしまった。え、なんか、はい、お、なんかあるよ。あ、なんかキラリと光ってる。あー、金属の。ここにあったね。そしてこれ青銭もらっておきましょう。は、うん、い、うん、あー、よかった。これでとりあえず今セーブして。そうだね。ちょっと待って、アイテムでこのこれしよう、2つ組み合わせを合体。オッケー。隔離患者室の鍵を手に入れたって。さっきの怖い青鬼が出てきたところに入れるようになったんじゃない？そうかもね。隔離患者室ってのも怖いんだけど、うん、大丈夫だよねこれ。大丈夫。あ、隔離患者室の鍵を使った。うん、怖い。うん、何？え、何これ？ゾンビの青鬼。怖いよ。入ってきた。嘘でしょ、嘘でしょ、あんな恐ろしいゾンビが来るの。めちゃくちゃ怖いんだけど。うわー、これどうにかなるもんなの。隠れるとこねえじゃん、隠れるとこ。ここで巻く。あ、そうじゃない。やばい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 、いたー。コンピューターがあるね。お、怪しい場所をタップして調査できます。次回からチュートリアルが表示されません。あ、赤と黄色。あ、あるね。2107。え、なんだっけ、赤が OK なんだっけ。あ、黄色が OK。 黄色が OK。 黄色丸赤×って書いてあった。あともう一つあったよね。で、ショートとロングって書いてあったから、ショートからロング。え、1271072だ。そういうことでしょう。7102。これあれか、こっち開けるのにここだ、うん、これだね。7102。やった。お、よかった、行った。やったね。じゃあ行ってみよう。行ってみよう。あ、誰かいた。これはたけし。えいしん、無事でしたか。ああ、気がついたら変な浜に打ち上げられてたんだ。助けを呼びに近くにあったこの病院に来たけど、やばい化け物がいて。この近くの洞窟にもいました。この島全体にいるのかもしれません。他の皆もきっと来ています。みんなで島から脱出しましょう。そうだな、とりあえずエイシンが生きててよかった、本当に。ところでエイシン、こっち側に来れるか。ちょっと待ってくださいね。鍵がかかっている。
今入ってきたドアなんですが。おいおい、閉じ込められたのか。わかりません。たださっきは開いていたので、こちら側からも開ける方法はあるはず。なんか右に怪しい青いものがあるんだけど。本当だね。どっかに開ける方法があるかもしれません。そうさ、諦めるなよ。どっかに開ける方法があるはずだ。ちょっと待っててくれ、周りを見てくる。たけし、気をつけてくださいね。あの化け物がうろうろしています。捜査キャラがたけしに切り替わりました。え、オーマイガー。じゃあセーブセーブセーブ。あ、セーブか。あ、たけし、たけしに変わった。本当だ。じゃあちょっと動いてみるよ、うん、あ、出る。あ、いった。あれ、これは、これ何。金庫の鍵は開いてるようだ。お、青色のアタッシュ。これは、あ、隠れられる、たけしボックス。で、ここなんかあんの。何もない。アタッシュケース。あ、じゃあこっちに持っていくんだ、うん、ここ開いてんの、うん、あ、ほんとだ。あ、開いた。うわぁ、うるさい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 、入って。頼む、頼む、頼む。はい、はい、よかった、セーブ、セーブ、セーブ。これドキドキするな。寿命が縮まるわ。これは何？レントゲンの機械がある。なんかタップしてあれすんの、うん、ないね。特にタップできるところがない、うん、動かすとか。お、張り紙が貼ってある。被験者06、脳に異常、助からないだろう。怖い。張り紙が貼ってある。被験者7、脳に異常、助からないだろう。怖い怖い怖い。張り紙が貼ってある。被験者03、右足に異常、人工の足の移植が必要。怖い怖い。張り紙が貼ってある。被験者02、脳に異常、助からないだろう。張り紙が貼ってある。被験者01、右手に異常、人工の手の移植が必要。怖い怖い怖いよ。え、まさかと思うけど、あそこのドア行ける？特に何もないのね、やっぱり。あ、行けた。あ、行けた。ちょっと、あ、あそこボックスある。入れるやつ。本当だね。はい。怖い。これは？ん？鍵がかかっている。鍵かかってた？これ何？これ下降りんの？あ、あ、行けた。なんこれ、トイレ。棺桶じゃないのこれ？棺桶だ。怖っ。うわ、ボックスボックス。はあ、びっくり。いや、この棺桶なかなか喋れない。被験者01の棺。あ、被験者02の棺。これなんかあんの？不気味な棺桶だ。中は空っぽだ。被験者03の棺。え、不気味な棺桶だ。中は空っぽだ。うん、棺桶の中に何かある。赤のアタッシュケース。赤、赤と青。まさかと思うけど。化け物はロッカーに隠れてやり過ごそう。そういえばアタッシュケースの中身はレントゲンで見れるな。ああ、次の順番を見て異常部分を合わせてアタッシュケースを入れればいいのか。なるほど。次の順番を見て異常部分に合わせてアタッシュケースを入れる。なるほど。これはレントゲンで見るのか。で、ここで入って、ま、青のアタッシュケース。まだ X にかざした。お、足、怖い。足、人工足これかもね。赤、はい、ってことはこれ手、手だね。怖い。赤が手ね、うん、03が足、青、
01赤。はい、これここで赤。はい、で03。大丈夫かな。座って。セーフ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 。はい。青。扉の開く音がした。手であそこが開いた。開いた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 んだよね、ここが。開いた。まだ奥があるのか。う、怖い。う、で、でもエイシンを早くあそこから出してあげないと。そうだよね。え、なんかあるよ。偉いぞ。ボタンを押す。はい、じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。青鬼3第2回目でした。怖いね。捜査がたけしに変わったけどさ、怖いね。怖い怖い前も言ったけど、こんなコミカルなキャラなのにさ、コミカルなキャラなのに怖いね。うん、うん、でも楽しかった。二人でからできるんだと思う、うん、パパ一人じゃできない。そう、僕もはい、ということで皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいです、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、うん、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。